県内のインフルエンザの感染者数は前の週より半減し、警報の継続基準値を下回りましたが、県は新学期が始まり感染リスクが高まっているとして警報を継続しています。県内で今月7日までの1週間に確認されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり6.34人で前の週から半減しました。 地域別に見ると大崎が9.89人仙台市が6.27人などとなっています全ての地域で警報を継続する基準値の1医療機関あたりの患者数10を下回りましたが県は基準値を下回ったのはまだ1週で新学期が始まって感染リスクが高まっているとして警報を継続しています一方、仙台市は 昨日各社の取材にインフルエンザ警報を解除したと説明しましたが今日になって警報の継続基準値は下回ったもののそもそも市に警報解除を行う権限はなく事実誤認だったと訂正し謝罪しました。